国勢バイパスの今後ワクワクしてきませんか。谷口修司の四日市向上委員会。皆さんこんにちは、四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、以前この動画でも紹介をした北勢バイパス、また新しい情報が出てきましたので、続編といたしまして、北勢バイパス新たなステージへということでね、お伝えをしていきたいと思います。ということで今日は2つ、まず1つ目が、北勢バイパスの現状の整備状況をお伝えをしたいと思います。そして2つ目には北勢バイパスの今後ということで、新しいルートのイメージ図っていうのも出てきましたので、紹介をしていきたいと思います。まずは以前の動画のおさらいになってしまうかもしれませんが、この国道1号北勢バイパスは、国道1号線そして国道23号線、この渋滞の緩和っていうものが目的にされておりまして、災害に強い道路機能の確保、そして地域活性化の支援がね、目的とされて計画されている道路になります。でですね、北勢バイパスは全長21キロになるんですけども、これを3つの事業区間に分けて進められてまして、まず1つ目が国道23号線、川越町の南福崎から四日市の日永八郷線、ここはもうすでに開通している 8.5 キロ、一つの事業区間になっています。二つ目の事業区間っていうものが、ここはまだ開通していないんですけども、今整備が進められてまして、令和6年度には開通していきます。市道日永八郷線から国道477号線バイパス、ここまでの区間が今現在進められている区間で 4.1 キロになります。そしてですね、最後の3つ目の区間っていうのが、国道477号線バイパスから国道1号線、四日市市の畝目町、ここまでの 8.4 キロ、最後3つ目の区間になります。ここがやっと令和3年の秋頃から測量に入っていくということで発表があったところです。ということで今日はこの事業区間3つのうちの2つ目、現在の整備状況をお伝えをしたいと思います。そして3つ目の事業区間のイメージ図、それを合わせてご紹介をしていきたいと思います。では現在の整備状況ですが、日永八郷線からですね、477号線バイパスまで 4.1 キロのうちで、以前動画でもお伝えしたかと思うんですが、坂部トンネル、この坂部トンネルっていうのは、名音カントリークラブっていうね、ゴルフ場の下をトンネル掘っていくんですが、本当に難しい工事なんですよってこともお伝えをさせていただきました。では現在どこまで進んでいるのかっていうと、坂部トンネルが870メートルあります。そのうち745メートルまで掘ってきているということで、残り125メートルっていうことなんですが、かなり浅いところを掘っていきますので、ここも本当にまた難しい工事で、ここが完了すると2つ目の事業区間が令和6年度に開通していくということになります。参考までに図を写しておきたいと思いますので、その図もね、参考にして確認をしていただければと思います。坂部トンネルではこのように工事が進んでいます。ゴルフ場の下を掘っています。今745メートルで17番ホールまで終わっています。この後は12番ホールの下を掘っていくことになります。皆さんいかがでしたでしょうか。ゴルフ場の下を掘るっていうね、この難しい工事が続いていたばかりに時間がかかってしまったというところになります。その他の工事ではね、添町の高架橋とか、県道旅か四日市線の古道橋、そしてね、海蔵川の橋梁も順調に工事が進んでおりますので、令和6年度には2つ目の事業区間は開通していくということになります。これが現在の北勢バイパスの整備状況っていうところになります。次はですね、今後の北勢バイパスについてなんですが、本当にね、多くの方関心もあろうかと思います。以前の北勢バイパスの動画も、ね、多くの方に見ていただいて、多分過去一番じゃないかなっていうぐらい、ね、反響もいただいております。北勢バイパスなんですが、その後3つ目の最後の事業区間ですが、国道477号線バイパスから国道1号線畝目町に向けて、こちらが 8.4 キロ、
まあ、この区間が今後どうなっていくかっていうところでお伝えをしていきたいと思います。この区間については工事着手してませんので皆さんもあまり知らないんではないかなと思います。私も正直どこを通っていくかっていうのもね、わからないところもあるんですが、令和3年の秋に国が測量調査に入っていくということでしっかりと情報が出てくるのかなと思っております。今の時点の計画イメージ図っていうのがありますので、それをこの後皆さんに見ていただければと思います。ぜひですね、このイメージ図を見ていただいて、もう皆さんも思い浮かべていただきたいなと思います。まあ私もこのイメージ図見た時に、おお、これは楽しみだなって、いろんな可能性が増えていくんではないかと思っておりますので、このイメージ図を見ていただいて、この道が開通した時のことをね、想像していただけたらと思います。ここは477バイパス、そして御嶽川の立体部分になります。手前が名古屋で、奥が鈴鹿行きになります。先ほどの逆から見たイメージ図になります。手前が鈴鹿、そして近鉄湯の山線松本街道の高架となっています。こちらは手前が名古屋、奥が鈴鹿になるんですが、御嶽台、陽光台、浮橋のところはボックス化される予定です。この図は先ほどのイメージ図の逆から見たところになります。御嶽台のところですが、奥が名古屋、手前が鈴鹿になります。このイメージ図は県道川島海下線との交差するところになります。奥が名古屋、手前が鈴鹿行きになります。このイメージ図の真ん中に映っているのが四日市予防高校になります。笹川通りとの立体交差です。左が名古屋、右が鈴鹿になります。皆さんいかがでしたでしょうか。このイメージ図見てるだけでもワクワクしてきませんか。早くこの道通してほしいなっていうのが、ね、このイメージ図を見た実感です。私としても1日でも早いこの北西バイパスの開通っていうところに期待を寄せていきたいなと思っております。以前にも動画にも、ね、お話ししているんですけども、この北西バイパスができたことによって四日市市内の全ての渋滞の緩和につながるっていうことはもう到底思っておりません。もちろんこう主要道路ができることによって利効果っていうのは必ずあると思うんですが、ただやはりこの幹線道路、四日市市内を走るもっと小さな細かい道路の渋滞っていうところは四日市でしっかりと対応していく必要があろうかと思いますので、しっかりとまあ私たちもこの四日市市内における渋滞対策しっかりと取り組んでいけたらと思っております。ということで今日は北西バイパスが新たなステージへということで、現在の北西バイパスの整備状況と今後についてお話をさせていただきました。まあ、これからも北西バイパス何か新たな動きとか新たな情報が分かりましたらすぐにお伝えをしていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたします。では本日の動画はこれまでとなります。ありがとうございました。四日市クイズ問題だろ。前回の答え1、世のつく日に一部が開かれていたから。四日市市立図書館には何冊の本があるでしょう。1、15万冊。2、25万冊。3、35万冊。4、45万冊。答えは次の動画でね。